三重県では食の安全安心を確保するためにどのような取り組みを行っていますか？はい、三重県では食の安全安心の取り組みのために三重県食の安全安心の確保に関する条例というものを作っておりまして、それはですね、県民の皆さんが豊かな食生活を通じて健康的な生活を送れるようにという目的で作っております。それで、そのために食の安全安心の取り組みを行っていくんですけれども、その取り組みというのは県民の皆様との私ども行政機関と、あと食品関係事業者の方、すべての関係者の方と連携して取り組んでいくというふうなことを目指しております。私たちが生活をする上で欠かすことのできない食、健康で豊かな生活を送るためには食の安全安心の確保が必要です。今日の現場に聞こうは、食の安全安心の取り組みをご紹介します。三重県松阪食肉公社にやってきました。こちらでは牛肉豚肉の解体処理を行っていて、県の屠畜検査員がすべての牛と豚の屠畜検査を行うなど、食の安全安心が確保されています。古川所長、こちらではどのような取り組みが行われていますか？獣医師の資格を持った検査員によって、牛や豚が食肉になる際、食用に適さない部分がありましたら排除して、安全で衛生的な食肉が消費者の方に届くように先頭検査を行っています。精密検査が必要なものがありましたら、一旦保留措置にしまして、検体を検査車に持ち帰って精密検査をいたします。その上で判定をして、不合格になった場合は全部廃棄をしまして、市場には出回らないようにしています。屠畜検査を行われるときにはどんなことに気をつけていますか？牛や豚が生きている状態から枝肉になる工程の重要なポジションに検査員を配置して、緊張を切らさないよう、見落としのないように日々努力をしています。そして私たちがいただくお肉はここから県内の販売店へと送られていきます。食の安全安心を確保するための取り組みは、屠畜検査所での厳しい検査をクリアした後も行われています。三重県内6つの契約農場で生産した豚肉を加工し販売している大里食肉センター、こちらでも食の安全を守るため様々な取り組みを行っています。大里食肉センターさんでは、食の安全安心のためにどんな取り組みされてますか？はい、まず最初に、従業員の、最初に健康管理を行ってます。工場とか、場内入るときは日々の風邪をひいてないとか、体温ですね、とか、またちょっと腹痛下痢をしてないとか、あと爪チェックとか、あとは髪の毛チェックとかも行ってます。はい、他には何かされていますか？他にって言いますと、温度管理としまして、冷蔵庫の温度管理も、朝と昼と夕方には行ってやっています。はい、このような取り組みが認められ、大里食肉センターは日本食品衛生協会が実施している食の安心安全5つ星事業に応募し、食の安心安全5つ星店として三重県での認証第1号を獲得しました。そしてお店を飛び出して、こちらの農場でも非常に厳しい衛生管理が行われているということで、私たち中には入れないんですけれども、具体的にどのような衛生管理なさってるんですか？はい、今ここに、立ち入り禁止って書いてある通り、消毒洗浄とかそういうことをきっちり人も車もしないとまず入れないようになってます。それからシャワーインっていうことで服も着替えて入りますよっていうことで、病気の侵入にはすごく気遣ってますね。
徹底した衛生管理を行っている大里食肉センターをはじめとした販売店などの衛生管理を支援しているのが三重県食品衛生協会の食品衛生指導員の皆さんです。三重県食品衛生協会は販売店や飲食店への衛生管理の支援の他にも、飲食店を営業する際設置が義務付けられている食品衛生責任者の養成や資質の向上を図っていて、食品衛生指導員は行政と連携し自主衛生管理体制を推進しています。食品衛生指導員の皆さんはどんな活動をされているんですか？自主的な食品衛生の、衛生管理ですね、それを、販売店さんとかから飲食店さんとともにその巡回指導の中で指導をさせていただいております。詳しく申し上げますと、例えば営業許可証、それが切れてないのかどうなのか、営業許可証というのはいただくときに検便とか健康診断もちろんありますし、それから、講習会ですね、そういうものも全部やっぱりきちんと受けていただかないと新しい許可証というのはいただけないものなんですね。そこをまずチェックをさせていただいて、あとは施設がきれいに保たれているかどうか、それから従業員さんの服装ですね、帽子をかぶったり髪の毛が落ちるようなことないかどうか、そこもチェックをさせていただいております。また食品衛生協会では食品を扱う事業者を対象にした衛生セミナーを各地で開いていて、去年は5月にサミットが開かれる志摩市でも開催しました。その他、県内に8つある保健所では飲食店や販売店などの衛生管理を徹底するため、県の食品衛生監視員が飲食店や販売店などの監視や食品の宗教を行い検査に当たっています。通保健所総合検査室ではどのような検査をしていますか？食品の中に含まれる細菌などの微生物の検査をしています。でその食品というのは保健所が例えばスーパーなどの販売現場とか実際にその食品を製造している工場などから検査のために無料でいただいてくる食品なんですけれども、そういった食品の中に含まれる細菌の数とかブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌などについて検査をしています。基準というのは何かありますか？大きく分けて2つあります。食品衛生法という法律と三重県が独自に定めた食品の衛生管理指標という基準です。食品衛生法という法律では特定の食品に対して細菌の基準を定めています。でその特定の食品というのは例えば、清涼飲料水とかハムなどの食肉製品、それとか冷凍食品とか、そういったものについては食品衛生法で基準を定めています。でその食品衛生法で基準を定めていない食品についてはその三重県が独自に定めた衛生管理指標で基準を定めています。その検査の目的というのは何なんでしょうか？実際に三重県内で流通していたりとか製造されている食品を抜き取り検査をすることによって、食品全体の安全性を向上させることが目的です。私たちが普段の食事で口にしている豚肉や多くの食品は流通の段階で様々な体制や方法でチェックされています。行政機関も事業者の皆さんもそれぞれがチェックをすることで食の安全安心を確保しています。三重県ではこれからも食の安全安心確保のための取り組みを続けていきますので、ぜひ県民の皆様にも食に関する知識や食に関する取り組みについて理解を深めていただきましてですね、私たちと県民の皆さんで共に取り組みを進めていければなと考えております。
三重県では食に関する知識と理解を深めてもらえるよう食の安全安心出張講座を開催しています。農産物安全課の職員が皆さんのもとに伺い、ご覧の3つのテーマでお話をさせていただきます。お気軽にまずはお電話でご相談ください。またホームページ三重県食の安全安心広場では、三重県の行っている取り組みの情報や食に関する新着情報など、お子様と一緒に楽しめる企画を用意しています。ぜひご覧ください。